きました。こっちはまだ小さいかな。はい、これがうちのトマトですね。これ中玉トマトですね。今ね、大きく実がなってますね。こんな感じで、こっちにはこっちは黄色いトマト、向こうにもあります。これはキュウリですね。今ね、だいぶね、お花が咲いてきてるので、実がなるのが近いかなと思います。ゾラゾラゾラって一列キュウリです。これがナスビですね。こちらね、花が咲いてきたんでね、楽しみですね。うち、これがピーマンですね。まだね、ちょっとお花が咲いてないんですけど、まあ、こっちつぼみが出て、つぼみが入ってるかな。これはね、ズッキーニなんですよね。ちょっと葉っぱがね、昨日切っちゃったんでしょうね。なんかね、うどん粉じゃないけど、なんかちょっとあれして腐っちゃったんで、今あの下に黄色いのがズッキーニですね。今出てきてます。はい、これはね、シソですね。なんか食べられると思うんだけど、まだまだね、大きくなるといいなと思って、今ちょっと肥料を足したことなんですけど、こんな感じで作ってます。はい、皆さんこんにちは、ひなりんごです。今日の炊くものの準備ができましたので、飲んでいきたいと思います。まずはね、ビール、もうこれもあと1本。お、いい感じかな、今日私にしては。まあ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 でしょ、これ。それではご自宅にいらっしゃる方も、今日はお仕事の方も、お茶飲みましょう。お疲れ様です。乾杯。毎日美味しい。今日はね、昨日と打って変わって27度、家の中が28度近くになりましたね。とても、じゃあ昨日まで長袖着てて、で今日もうあれですよ、半袖も着てらんなくて、もうこんな状況でいます。朝からずっと、今もね26度、下がんないんですよ1度しか。でもう暑くて、今日は何もどこにも買い物行ってないので、もう大好きなトマトも買いに行けず、今日は家にあった豚こまとキャベツとピーマンで、あのね、これね、あのなんだっけな、どこのあれ料理レシピに載ったの、みりんとお味噌とバターだけなんですって。ちょっとね、食べてみたいなと思って。あとこれはね、私失敗したんですよ。これね、マカロニ茹でて明太子混ぜたんですね。でこのね、上にかかってるソースね、ホワイトの方、これ2つあるんですけど、間違ってこっち使っちゃったんですよ。どっちかというとね、ドリア用なんですけど、このチキンの方を使いたかったのに、開けたらわーって見ないで開けちゃったから、真っ赤っかでね、うわー失敗したと思って、まあこれはまた次回ね、ご飯にかけるなり、グラタンにするなり、やりたいと思います。全然ね、ちょっと想像つかない味になっちゃった。だってあの、タラコンとマカロニの上に、ね、トマトソースってミラノ風ソース、まあ、食べれないことないと思うんですけど、ちょっといただきます。これね、ほらつぶつぶ、こんな感じです。いただきます。あっこ、うん、大丈夫大丈夫、食べれる、美味しい。うん、うん、これね、ちょっとね、食べてみないとね、味が想像つかない、味見もしてない、バターと味噌とみりんだけ。いただきます。あ、私これでよくお味噌とみりんと生姜と、あの
ちょっとお酒入れて醤油足したりなんかして作るのと同じような感じ。でもバターのコクが結構入れたんですよ、このぐらい塊。うん、もっと入れてもいいかも、この量だから。ピーマンもめっちゃ新鮮。うん、あ、これいい。ちょっとレパートリー増やそう、これいい。うんね、で豆腐をね、どうしてもこれも漬物もこれで漬けてるんですよ、この類のもの。別にこれにこだわっていろんな種類あるんですけど、白だし、たまたまこの日はこれが安かったんで、これは白だしでこれで漬けてます、この白だしさんで。で醤油も、あ、醤油っていうかね、普通やっこも醤油の人多いと思うけど、私白だしかけるんですよ、何でも白だし派なの。関西人の人って白だし使うのかな、私関西の人じゃないんですけど、お気に入りで何でも白だし。やっこいいですね、暑い時ね。いただきます。うーん、またね、白だし好き。こう、うどんとかも最高、だしが。めんつゆもね、美味しいんですよ、普通のなんだけど、ね、お蕎麦とかね。でもね、何でもこればっかり、本当に。見てくださいよ、大好きなサバの水煮。これね、普通汁捨てたらもったいないんですけど、私ね、なんか嫌なの。でさ、そんでね、アホだからこれには醤油かける。これにね、こうやってわーって一回りさせて、その上に、多分気持ち悪い食べ方って言われたらごめんなさいね。で、マヨラーなので、こう、皆さん気持ち悪いかもしれないけど、私大好きなんて、これ、うん、大好き。醤油とマヨネーズ、味がないから、水煮がなんかね、カレー粉とかで、なんかサバの水煮のなんか調理法みたいに言ってるんだけど、私これやっぱり。いただきます。うん、魚とか焼くのめんどくさい時にいただく缶詰、イワシとかサンマのかば焼きとか、うん、おいしい。あ、めっちゃ、やばい、いけない、いけない。なんかね、ついてて小指が立ったの、無意識に。もうね、動画で後で編集するときもわーっとって、こっちもこっちも立ってるから気をつけてはいるんだけど、今日も立ってたかも、これね。ビールが美味しい時期になりました、やっと。本当に。これ冷めちゃうからね。やばいよね、もう食べないとね。チーズ。うん。うん。うん。何でもない。うん。もう工夫次第ですもんね、料理なんてね。チーズね。なきゃないなりの調味料で作ったりとか。うん、おいしい。本当にこれやってほしい、バター好きな人は。うん、よっぽどいつも作ってるように生姜を入れようかなって迷ったんですよ。でもね、あのレシピを信じて、うん、こうやったらお子さんとかも食べれる。うん、おいしい。辛くないからね、もうちょっとみりんとバターだけだから、お弁当のおかずにももう最高だなと思って。キュウリね、つけたらいただきます。早くうちのキュウリでつけたいけど、まあね、なりそうもないので。うん、結構でもね、花咲いてきたから、トマトも中玉と黄色いトマトとミニトマト、まあミニトマトばっかなんですけど、大玉はあんまり私あんまり好きじゃないんで、赤、黄色、オレンジ、中玉、4種類今で株作ってます。うん、美味しい美味しい。
美味しい、止まんなくなっちゃう。段丸分なくなっちゃうけどいいや。肉がね、細切れでね、300円って安いですよね。もう硬くないからいい。本当に。もう今ね、子犬が来てね、2ヶ月目の子がね、やっと今日で5日目なんですよ。朝からね、もう本当おしっこも1日20回ぐらいするのかな、この子。まあね、本当に大変大変だけど、可愛くてね、癒されて、大変ですけど、大変なりにまたね、愛情かけてもかけた分だってまたね、本当に自分の、まあ、うちの、ね、息子2人なんですけど、もう成人しちゃって大きいけど、可愛いですよね、やっぱね、成長、ずっとこう家庭を見てられるって、見ていくのもね、これからも、このチャンネルでいろいろ、まあ、うち一応2ヶ月ですね、うちの姫の婿なんでね、これから旦那さんになるので、赤ちゃんを作る。つもりで買ってきたので、そういう配信もできたらいいな、いいなと思ってますので、ぜひぜひ飲んだくれの姫と、姫リンゴと姫とスーちゃん、またこれからも見ていただけたらいいなと思います。可愛い赤ちゃん生まれるといいなと思ってるけど、まだ仲は悪くてね、全然。というわけで、今日もご視聴してご視聴ありがとうございました。またね、ぜひ、今日は犬たちがいないですけど、ぜひ見てください。どうもありがとうございました。ひめりんごでした。